はい、皆さんこんにちは。コードネーム奏法振興会の石山です。アマチュアの私が、ピアノをほとんど習わずに、ピアノがなぜ弾けるようになったのか、それはコード弾きですね。いつもビデオで話してますけども、ちょっとずつその秘訣っていうかね、私のレベルまでお伝えできます。もっと上手い人いっぱいいらっしゃいますけど、素人ですからね、そこは勘弁していただきたいんですけど、例えばここに、If We Hold On Together という有名な曲がありますね。波長調のね、すごいシンプルな楽譜なので、これをちょっとお手本にですねお伝えしたいと思います。まずね、ここのとこですね、最初 C でしょ、 Em、F で C on G ですから、これはベースの音を G にして、C の音を弾いてください。ドミソね。で G7 ソシレファで C、Em、F、このパターンですね。非常にシンプルなコードになってますね。ここのところをどうやったらいいのか、まずね、ちょっとかっこよく弾く弾き方ですね。分散和音で弾く弾き方をやりますね。分散するとかっこいいんですけど、最初はシンプルにねやってみましょう。 C はドミソでしたね。ドミソですね。これでいいんですね。 Em っていうのはミソシでしたよね。ミソシ覚えてますよね。ミソシだからドミソとミソシを押さえるだけなんです。で F はファラドですよね。で C はドミソですけど、ベースの音をソ、ね、G の音にしてくださいですから、これにしたらいいんですよね。そんな厳密に考えなくていいです。で G7 ソシレファ、これをね2小節ね繰り返すだけなんですね。もう一回楽譜をお見せしますね。もういちいちコピーとかはあれなんでね。はい、こんな感じでもうビデオ止めてね、見てもらったら分かります。分散すればこれが前奏ですよね。で次のところがどうなるかというと、もうねめっちゃ簡単です。 C です。 C、ドミソ、ドミソ、ね、ドミソがなんとですね、3小節続いてます。その後 F と G7、そして Am が出てきましたね。Am は、ラから順番に ABCDEFG ですから、ラですよね、ベース音が。だからラドミなんです。マイナーはラドミ。で、C、ドミソ。簡単ですね、この辺のコード進行ね。ここまでじゃあ行ってみましょうか。いきますよ。F、ここまでが今の段ですね。簡単ですね。ドミソとファラドとソシレファと Am、 ラドミとドミソ、これが出てくるだけでしょ、ね、今のとこをちょっとかっこよく分散にやってみますね。本当に分散するだけで全然違います。今ね、ちょっとかっこよくします。この9度の音、0の音を入れるとかっこいいですね。これはちょっとコードですけどね、この0の音を入れる。今2段目まで行っちゃいましたけどね。
2段目のここまで行きましたけど、チャン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 のとこ Am、Em、ラドミ、ミソシ、ダララランのとこ F ね、ファラド、C で G7、ソシレファで、もう一回繰り返します。 Am と C、そして Am ね、そして Em、 もう全部ねパターン決まってますね。でファラド、ソシ、ドミソ、 G7、 ここまでなんかこうもうほとんど知ってるコードですよね、この辺ね。この知ってるコードでやるだけですね。ビデオ止めてね、あのコードだけメモに取ってくださいね。いいですか。物足らなくて1を弾きました。右手で弾くときにもう Am はラドミって決まってるので、ラノと弾くときにドとミを一緒に弾いてもいいんですよね。こういう風にねやってもいいんですよね。簡単でしょ。こういう風にコードを右も左もね1を入れるだけで雰囲気が出るんです。でペダルを踏んで音を分散にすればいいっていうことですね。その後次弾きますね。その次の作はどうなってるかというと、ここタラララーのところで、ここからですね、ここからです。そして次のペタララ、これもね F と G7 でしょ、 F と G7 でしょ。そして次が、C と Em、 まあ単純なコードです。 F と G7、 C と Em ね、全部知ってるコードですね。もうやりましたよね。 F、Am、F、C ね、この辺ちょっとビデオ止めてね、コードだけメモしていただいたりしますよ。あと繰り返しですからね。じゃあ、行ってみます。ここから行くかな。で、さっきの一番下の右の段のページのここまで行きましたけどね、今のところね、もう本当にこのコードの通りですね。タラララン、タタタタね、ここのところですね。こういう感じでずーっと行きましたでしょ。ここまで行ったんですね。ここまでね、本当はあの画面にねちょっとお金かけて楽譜を写したらいいんでしょうけどね、もうあのどんどんといろんなものをね出していきたいと思いますから、もうイメージで掴んでください。もうこの、私の弾き方のパターンが分かればね、どんな方でもあのイメージがつけれると思いますのでね。後半はねオンコードがちょっと多いのでちょっと省略します。今のところまでもう一回通しますね。
何度も言いますように私より上手い人はいっぱいいますけどね、まあここのレベルまでとりあえず私のレベルまで持ってこれたらそこそこなんかこう弾いてて気持ちがいいし、いろんな曲がね持ってこれると思います。今回出てきたコードは C と E マイナー、F、G7、A マイナー、もうそれだけです。もうこの曲一曲でそのコードを覚えてしまえば次の曲を持ってきた時に、もう怖いもんなしですよね。新しいコードが出てきたらその曲に出てきたコードを覚えるだけですから簡単ですよね。ぜひやってみてください。もう一発撮りのねあのやり方で本当に、申し訳ないんですけども、まあ、無料のビデオということでちょっとでも何かに参考になれば嬉しく思います。それではさよなら。